こんにちは。久しぶりの日本語の動画です。最近すごく思ってるのは、生活で 100% 日本語なのに、この YouTube チャンネルが英語だけ。ちょっと違和感を感じまして、もうちょっとだけ日本語増やそうかなと思ったんですよね。たなるすべての動画は2カ国語で作るのがちょっと大変なので、それ本当ごめんなさい。でも、ちょい増やすの頑張ります。春ですね。もう完璧に春の天気なのに、熊本は桜はまだです。まあ春になると、私は本当に春の着物がないって気づきます。まあこれは春の着物なんですけど、それ以外にはあと3枚か4枚しかないんですよね。で、私秋が好きなので、秋の着物が多くて、その次に元多いのが夏の着物という方で、その次に一年中着れる着物イコール私の冬物みたいなのが多くて、まあそこで私の一番好きなウェブショップ、リサイクル着物ウェブショップが大きなバーゲンしてまして、私はたくさん買ったので、皆さんと一緒に今日開けたいと思います。ちなみにこの動画にはスポンサーがありません。今から紹介する店が、私この動画アップすること自体も知らないし、私単なるそこでよく買い物をしていて好きなんですよ。その店の名前はシンエイです。多分シンエイって発音しますよね。はい、有名なお店ですね。安いし、ラインアップがいいし、ラインアップっていうか品揃えがいいし、アンティークの着物とか普通のリサイクルの着物とか男物とか、小物まで何でも揃ってるので、あと安くてちゃんとサイズも載ってるから、私あそこ大好きなので、皆さんぜひ知らない方はご確認ください。では始めたい。一番最初に紹介したい着物はポリエステルのコモンです。ポリエステル着物のいいことが、雨の日にも着れることですね。雨の日には着物着たいし、春のポリエステル着物1枚もなかったので、これを購入しました。で、可愛くて色がピンクなんだけど、ちょっとオレンジがかかったピンクなので大好きなんですよね。で、花もオレンジで葉っぱが黄色なので、もしかすると秋もいけるんじゃないと思ったんですけど、まあまあまあ一応春です。そしてこの着物は、600円でした。多分 50% オフだったので、マジ安い。その次に紹介したいアイテムは、名古屋帯です。じゃん。別に何も柄がなくて、名古屋帯。私これなんでその一目惚れしたっていうか、もう垂れ先が、垂れ先にこのふさがついてて、もうこれかわいいと思ってもう買っちゃいました。安かったし、いくらだったかな、800円でした。800円、めっちゃ安い。開いてみてびっくりしたのが、じゃ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 ん、名古屋帯の風に折ってあるんですよ、この帯が。初めて見ました、この折ってあるのが。すごすぎないですか。ちょっといいもの買ったなと思ってしまうくらいで、この帯が次紹介したい着物の上にその荷物の中で置いてあったんですよ。でもう一目で
これマジ合うんじゃないと思って、次の着物を紹介したいと思います。これです。これ合わせたら結構かっこいいですよね。これがアンティークの着物だそうです。私はちょっとどこの年代かわからないんですけど、見てたら見るほどこの子もが手書き友禅だと思います。 100% は知らないんですけど、見れば見るほどもこれ手書きしかないね。すごいですよ、これ手書きする。なんか昔の子もが手書きが多かったので子もが高かったんですよね。でこの着物は975円でした。ちょっと笑える。で私その安い理由一つはこのここの焼け見えるんですかね。ここがここよりちょい明るいんですよね。焼けですね完全に。でも私多分着るときにそれあんま気づかないと思うので別に気にしていませんので仲間入りしました。次の着物もまたポリですし、全然春関係ないし、単なるこの着物を見てもう素敵だわと思って、この柄が雨の日によく黒い着物を着る人なんですよね。なぜかわからないんですけど、もうポリエステル着物で黒で灰色の、 あの柄が入ってる着物、今3枚目もう売らなきゃいけないかもしれない、他のあいつらを買いすぎ。そしてこの着物は1500円でした。次の着物はすごくテンション盛り上がりました。私松永ビリーは色無地が大好きです。特に紋が入ってない色無地が大好きです。なぜかというと私普段着の方が着ますから。今回購入した色文字はこれなんですよね。またサーモンピンクで、あの柄が正解派なんですよ。私正解派が大好きなのに、正解派の一つの着物を持っていなかったので、もうこれが欲しくて欲しくて、しかも証券、本当のシルク証券で、いくらでした？1200円ですよ。1200円、こんな綺麗な着物、新姉さん大丈夫ですかね、本当にこの安く売ってて。そして最後には買ったものが一番高くて1600円でした。この反物です。アンティークの紬の反物です。深山紬、聞いたことありません。ちょっと調べてみたんですけど全然出てこなくて、なんかしてる人にコメントで教えてください。でまあ私紬ほとんど持ってないし、多分1枚しかなくて全く着ないんですけど、私紬とそのかすり柄が本当は大好きなので、これからお気に入りが見つかったら少しだけ増やしていこうかなと思ってるんですよね。でこれ本当一目惚れしちゃって、で私和裁習ってますから、ブログ読んでる方知ってるんですけど、和裁習ってますから自分のと思ってるんですけども、
多分今年はもう着れないまあこれを着るのすごく楽しみにしています。以上私の買い物でした。はあ、もうこれで春が助かったわな。皆さんこれからも投稿動画楽しみにしてくださいね。いろいろ楽しい企画してますから、またこれからもよろしくお願いします。では今日は熊本弁でお別れしましょう。なら